人間がいなくなるわけではなくて、エレメントになった時の美術史の形っていうのは僕は見てみたいだけど、はい、だから言語はやっぱオブジェのように考えればいいんだっていう、でも美術っていうののフォーマットはその夢を彼の一つの証言の形として、まあ、例えば提示できる。こんにちは、後藤志洋です。今日のラフカットは、下北沢の B&B で、アーティスト文化研究者の、山本博樹さんとお話しすることができました。ラフカットは写真のアートウェアって写真ってエディションもんだから、最近高いものもアートウェアに少しあるけれども、うん、高くならないんですよね、うんうん、ちょっと前まで森山大道なんかでも天井で100万くらいだったんですよ、うん、その場合やっぱり一定自分の新しい道作れるっていうのは一つあったので、後藤さん、山本さん、どうもありがとうございました、はい、視聴していただいた皆さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。僕は二十歳ぐらいまでは、はい、言語商会だったから、はいはい、絵を描いてたんですよ、はい、抽象画でした。だから画家がどういうふうに絵を描くかっていうことについては身体的に知ってるんですね、はい、だから絵描きに接近できたりすることはすごくあって、うん、ありがたかったなと思ってるんですよ、はい、でその後編集の仕事、つまりビジュアルとテキストなんですけど、はい、いわゆる言語は後天的に学習したものなんですね、はいはい、だから言語はやっぱオブジェのように考えればいいんだっていうふうにすごく思ってるんですよ、はいはいはい、それで封印してずっと編集の仕事とかインタビューみたいなことをして、はい、他者と交換するテクニックにそのいわゆるアートの力を活用してしまったんですよ、はいはい、45年ぐらい、はい、それででもまあそんなこだわりはもういらないなと思って、はい、作品とかも作ってみるかと思ってるんですよ、うん、はいはいはい、それで山本さんはいわゆる文化研究者でアーティストっていうふうにやられてるじゃないですか、はいはい、で僕はそれ潔い肩書きだなと思って好感持ってるんですね、はい、アーティストとしての山本さんは、どういうようなものを考えたりなんていうか作ろうとしてるんですか。研究も一緒なんですけど、とにかく知りたいことは僕がどういう歴史的な存在なのかっていうことを知りたい。自分がですか、はい、うん、なので東アジアの一つの国である、まあ、日本にこの80年代後半に生まれてみたいなところですよね。でやっぱり戦争と植民地の歴史っていうのを考えてるんですけど、なんかこう作る方と書く方っていうのは目的は一緒なんですよ。なんでその方向に向かってるわけですよね。なるほど。だけど右と左の車輪みたいな形で全然違うものなんですよね。なので例えば去年一番新しく作った映像作品は映像作家の人と一緒に作って、60年代か80年代まであった北朝鮮の帰国事業の問題を扱ってるんですけど、うんうん、主に日本にこう逃れてきたいわゆる脱北者と言われている人たちにこうインタビューをしてワークショップをしながら作っていくんですけど。なるほど、ワークショップをするんですね。はい、ワークショップをしていきますね。具体的に言うと彼が北朝鮮で見たどうしても忘れられない夢っていうのを再現する。で例えばその夢っていうのは学術的なフォーマットに乗りにくいわけですよね、うん、例えば裁判とかがあった時に夢の話をしてもそれはもう証拠能力なしと言われてしまうわけですよね、うんうん、同じように学術でも彼が見た夢っていうのは夢っていうのがどれだけその人の大事なことを語っているかっていうのはみんな現実では分かると思うけど、うんうん、でもそれをじゃあ論文に根拠として挙げられるっていうのはなかなかちょっとトリッキーなことになってくるわけですよね。美術っていうののフォーマットはその夢を彼の一つの証言の形として、まあ、例えば提示できる。それはあれですか、ビジュアライズするんですか。はい、ビジュアライズしますね。それ絵ですか。実際に、まあ、例えば彼が出会った不思議な男性の児童夢なんですけど、うん、その顔を画家の人に頼んで一生懸命再現していくとか、それを 3D モデルに作るとか、いろんなことをやっていくわけですよね、うんうん、ある種の、まあ、実験場みたいなものなので、うん、僕にとってのアートっていうのは、うんうん、
その中で、うんうん、あの言葉では出てこないものがどういうふうに目に見えたり、うんうん、触知できたり聞こえたりする形で世界に現れてくるかもしれない、うんうんうん、そういうのをこう許容してくれるプラットフォームみたいなのがやっぱり芸術っていうフォーマットで、論文っていうのはまたちょっと違って、うんうん、やっぱり人に伝えたいっていうところがあるので、うんうん、あのそれをある程度理論的な形にするし、うんうん、場合によってはあの簡素化することもあるわけですよね、ある種の単純化、うん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 、なんかそういったところでこう使い分けてる、あの作品を知らないんで、はいはい、失礼な質問で申し訳ないんですけど、はいはいはい、その時にタイトルはどういうふうに付けられているんですか。そのタイトル、作品のタイトルは証言というタイトルです。証言、はい、一番初めのクエスチョンが、まあ、あなたが見た夢っていうのはその北朝鮮での暮らしをあの表すその証言になると思いますかって本人に聞くところから始まるんですけれども、それはすごく不安定性っていうか不確かな話ですよ、から始まるわけですね。不安定で不確かで、この現実の世界ではあのいわゆるこうバリットっていうかこう正当だとか有効だとかっていうものを与えられてないものっていうのを多分芸術は実験的に提示できると思っていて、そういったものをこう制作の中では扱っているっていう感じです。で逆にある程度正当性が与えられていたり、まあ、論理として提示できて他者と共有して議論ができるものっていうのを主にそのテキストとかあの論文とか本の形、その映像作品もあるけれども議論したりワークショップするのもいわゆる証言っていう作品っていうことになるわけですね、はいはい、プログラムっていうことになるわけですね、はい、そうです。うん、分かりました。面白いですね。なので世界のどちらの側面も、うん、自分の歴史的存在を考えていくときに扱っていきたい、うん、まあ、他者も入ってるし、はい、まあまあ、トークとここ、はい、ヒア、ヒア&ゼアということも入ってるし、はい、っていうふうな、はい、そういうストラテジーになってるっていうことですよね、はいはい、うん、なそれはいわゆる単発のいわゆる作品ですか。単発の作品ですね、うん、一つ一つ作っていくっていう感じですね。でテーマをまあ決めてやるっていう感じですね、うん。でもそのトピックっていうのは北朝鮮っていうのは、まあ、まあちょっとなんていうかな、まあ、突出したシチュエーションじゃないですか、はいはい、だからそれについてはどう思われます。例えば、はいはい、いろいろあると思うんですよ、はい、例えば沖縄に行って、はい、フィリピンに例えば出稼ぎに行ってる人もいたかもしれない、はいはい、インドネシアやシンガポールにお店を出した人もいたかもしれない、はいはい、そういうようないわゆる相対性っていうか、はい、多分そのあたりのことも多分自分としては扱いたいなと今後ですよね。部分はあります、うんうん、そのシンガポールがまあその日本 の, あの支配下であった時期、うんうん、それからインドネシアがまあ日本の支配下であった時期みたいなものはあの自分としては結構考えていきたい、うんうんうん、それはあの書く方でも、まあ、作る方でもじゃあとても面白いですね。そうですね、うん、とても面白いです。あのこの北朝鮮のことを使ってみて思ったのがやっぱり北朝鮮という、まあ、国とか体制みたいなものというのは確かに日本の中では非常にかなりトリッキーなテーマというか、うんうん、ただ僕は思ったのは実際そういうトリッキーな面もあるけどそういうふうなトリッキーなイメージというか突出したものとしてあの国とか人々が現れてくる歴史的力学っていうのは多分確かに存在していて、あのそれはそういうあの冷戦下のまあ国民国家の力学の中でできてきたような気がしていて、ある種それを解体したいというかどういう形で作られてきたのかっていうことをもう一度あの洗い直してみたいみたいな動機もあったのかもしれないです。でもそれはなんというかな、いや物語化されたりセンチメンタルな形にしてないんでしょ、はいはい、きっと そ,、ね、そこがいいですよね。まあやっぱ作らないっていうのはあって、うんうんうん、一つ の, あの回が多分出ないので、うんうん、ナラティブとかもある種直線的なものもしくはなんかこういうものであるっていう提示の仕方を基本的にはしない、むしろなんか自分が多分分からなくなっていく過程っていう形ですよね、うんうん、そこに示されていくのは、うん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 、ナラティブに気にならないように断片を散布するっていう風な形で作品を作っていくという方法論ですか。そうですね、あとはやっぱクロノロジカルにしないとか、うんうんうん、いろいろな多分手法があるとは思うんですけど、うんうんうん、いずれにせよ一つのリニアなこうナラティブを
作らない、作ったとしてもその後すぐにひっくり返すとか、なんかそういったことはすごく考えてるかもしれない。それでもすごく面白くって、まあ、人は人、私は私っていう言い方もそれできるかもしれないけど、なんていうか、それをしてこなかった作品として作っ、アーティストが若い世代が作ってこなかったことについてはどう思います？その方法論を学んだ作家って結構たくさんいて、まあ、例えばそのトリンティ・ミンハとか結構そうなんですよ、あの人のナラティブの壊し方みたいなものっていうのは、いわゆるあの第三世界フェミニズムのまあ実践の中の一つだと思うんですけど、あの僕としては他の作家からまあ学んでる部分もある。確かに日本に戻ってきて同世代のまあ作家でそういった意識が あまり目立たないなと思うところはあるんですけど、結構やっぱり脈々と受け継がれているまあ世代的な方法論とかも含めて結構ありますね、影響が。あれですか、いわゆる古典形式で作品をもうちょっとしたらたまったら発表しようみたいな感じですか？あんまりでも確かに古典って考えたことはないです、ね、なんか、なんかどちらかというとこう依頼があって、まあ、コミッションの形式で作っていくことが多いので、なんかもう今結構書くことがどちらかというと多くなっているんですけど、ある程度一段落した時に今度は少し制作の方にちょっと重心を移動するみたいなことも含めて結構考えている部分があるかもしれないです。ただ今結構テキストで書きたいことが多いっていうのがあって、それをやっぱある程度きちんと区切りをつけたいなみたいな気持ちはありますね。テキストの部分で区切りをつけたいものは何ですか？一つはいわゆるポスト人身性ではないけど、まあ、コロナをきっかけに、まあ、人間と自然みたいなものっていうのの関係性を、まあ、美術史を通してどういうふうに見直すことができるかなとか、例えば美術史の脱中心化って、例えばその西洋中心主義も、まあ、白人中心主義も男性中心主義も、まあ、それが完全になされたとは思わないけど、少なくともいろんなところで行われてきたけど、そうすると結構最後の残るべきピースっていうのはその人間が中心であるっていう美術史の語りですね。それがなくなった時に、要するに人間が一つのエレメントになった時に人間がいなくなるわけではなくて、エレメントになった時の美術史の形っていうのは僕は見てみたいだけど、やっぱ見てみたいものを人にお願いするよりは自分でやってみるっていうのはちょっとあるので。それ作品としてですか？いや、現説として。現説として、はい、その時にはもちろん、既存の方法論は使えないじゃないですか、はいはい、例えばアクターネットワークセオリーみたいなものとか、はいはい、モートンとかああいうものは使いたくないじゃないですか、はいはい、その時に、うんうん、いわゆるその何とか四辺的実在論も使いたくないじゃないですか、うんうん、でどうします？いや難しいところです。なんか個人的には例えばラトゥールとか、ラトゥールとか使います？まあ、モートンとかの考え方から、まあ、学ぶ部分は結構あるとは思います、うんうん、ただ彼らの理論を持ってやっぱ美術を全部語るってことはできないような気はしていて、その時にまあどうするかってなかなか難しいですね。一つは具体的なものにとにかく寄り添うっていうことですよね。多分理論ってモートンもラトゥールも多分それを知っててやってると思うけど、うん、どうしても大風呂式というか、そう、ね、コンセプチュアルになっちゃうけど、サッカーの作品とかプロジェクトに具体的にフォーカスした時にそれは個々の事例として出てくるわけですよね。そういうものになるべく張り付いた形で考察したり叙述したりするっていうのは美術史の一つの方法論として結構可能性があるんじゃないかなと思ってます。いずれにせよ理論によって作品を説明するんじゃなくて、まあ、理論は僕にとっては非常に有効な思考の糧を与えてくれるけど、結局実際に見るのは作品であり作家でありプロジェクトであるっていうところにどれだけ張り付いて一つ一つの章を書けるかっていうことです。トランスナショナルっていうことがキーだったでしょ、はい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 。今回の場合は中心となる作家はそれは誰なんですか？一番古い人でいうと山本家内です。農民美術運動で、はいはい、実際農民の人たちのところに入っていって、うんうん、木彫りとかさせるんだよね、うんうん、ああいう人とかは僕はすごく関心があります、うんうん、他の人でいうと集団雲ですね。聞いたことあります。集団雲の人たちですね、集団雲とか一番新しいところでいうとかなり
その90年代の人でいうと、あの本田武さんって遠野にも30年以上住んでいて、うんうん、住んでる人ですね。ずっとあの歩いてる人がいるんですけど、うんうん、まあ、彼の自然の見え方っていうのはやっぱりちょっと特殊で、うんうん、それが絵画に表れてると思って、うんうん、ペインティングの人ですよね、はい、大きい作品作られたくさん描いてますね、はいはい、すごい量描くんですけど、うん、そういう人ですね。なるほど、そうきたか。それで面白いね。面白いのはこの本で自分では後書きで言っているけど、うん、どうしても東京とか大阪とかアートシーンの中心を見ていく形になっちゃうけど、うんうん、そういうふうに人間のエレメントが相対化されると、うんうん、例えば集団雲は北九州だし、天土工作は静岡だし、本田さんは遠野にいるし、岩手県にいるしみたいな形で、人間が対立し中心主義ってことは人間が作っているので、それが外れるんですよね。そしたらもちろんあの場所関係なくなってくるので、そういった形の美術史がまあ自然と生まれてくる。それはすごく面白かったです。面白いですね。ありがとうございます。すごい面白い。これすごいいい本で、いやいやいや、希望を与えてくれる本で、今日は山本博樹さんに最新のお話を伺うことができたので、はい、とても素晴らしい夜になりました。今日は、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。またよろしくお願いします。お会いしたいですので、はい、これからもよろしくお願いします。はい。